皆さんこんにちは、 PGA ティッチングプロ竹内です。本日はドライバーレッスンです。ドライバーでどうしても引っ掛けが出てしまう、そんな方に向けてのレッスンです。このドライバーで引っ掛けを出る方っていうのは、実際にインパクトゾーン、この腰のラインから腰のラインの動きというのが、フェース面がもちろん左に向いてきてしまうんですけども、どのようになって左に飛んでしまうかというのをちょっと説明をしていきます。はい、よくあるですね、アマチュアの方の引っ掛けスイングというのは、バックスイングを持ってきてダウンスイングに来るとき、インパクトゾーンまでいい形で入ってくるんですけど、ボール付近になると右手が強くて右の肘がこう体から浮いてくる。実際に今そちらの映像から見ていると、ここが空いているのが分かると思います。このようになってしまうと、もちろんフェース面というのは左を向いた形になってきてしまいますので、引っ掛けになってしまいます。この右の肘が今回ちょっとポイントになってくるんですけども、右の肘をこう外に向けないこと、そしてもう一つは右の肘が伸びないこと、これも注意が必要です。右肘を伸ばして当てようとすることで、ヘッドが返ってしまって左に引っ掛けるといったスイングになってしまいます。一度打ってみますのでご覧ください。 NG ショットです。このようになるとチーピン、引っ掛けといったのが出てきてしまいます。今の映像、一度スローモーションで見てみてください。このようにですね、右肘が伸びてきてしまう、インパクトで右肘が伸びてしまうとフェースが返ってしまうということをちょっと一度ご理解ください。はい、コースでですね、チーピンが出てしまったら、どのようなことに意識をすべきかということを解説していきます。もちろんトップから体の回転でスイングを作るというのはもちろん大切に必要になってくることなんですけども、体の回転をしていても手が返ってきてしまえば、どうしても引っ掛けというのは止まらなくなってきてしまいます。こうなってくると怖くなって正しいスイングをするのが難しくなってきますので、今回はですね、先ほども説明したように右の肘を体にしっかりとくっつけるということを心がけてください。くっつけて曲がったままインパクトを取るという気持ちを持っていただくと、チーピンが急に出だしても治ってきます。このポジションでインパクトでこのような形でインパクトを捉えることができれば、正しいフェース面でインパクトを迎えることができます。ラウンド中にもしこうチーピンが出てしまった場合、おすすめする素振り方法は、この右の肘を左からこう寄せてもらってバックスイングし、そのままここに押さえ込むといったことを意識してください。この右肘が伸びれば、この手から外れるような形になってしまいますので、なるべく右脇が締まる感覚、こちらに押さえる感覚というのを持って素振りをするというのがまずは一つ。もう一つはこの左手を右脇に挟む、その状態でインパクトのボールを通過するポイントでちゃんとここにくっついて、脇がくっついているかどうかっていうのをチェックしていく、この辺をですね、しっかりと練習をしてチーピンが出ないスイングを作っていきましょう。それでは正しいスイングでボールを打ってみます。チーピンが出たら右肘を曲げたまま脇にくっつけるということを心がけていきます。はい、このようにすることで左への引っ掛けというのは、止まってきます。ぜひ一度皆さんコースで思い出して、このレッスンを思い出してチャレンジをしてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。いつも動画レッスンをご視聴いただきありがとうございます。コメントやいつも応援してくださる皆様、本当に感謝しています。随時新しいレッスン動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画とテキストで学べる無料レッスンも公開しておりますので、そちらもぜひゲットしてください。